まさかまさか関西の本命がここで落ちてしまうのか、それともやはり格が違うとアークレオ覇者がまた走り出すのか。それではこれで勝った方が2回戦進出です。先にしゃがみくらいでターンを取ったのは高野ノエル。これは美味しい流れだが、しかしガリブライチバーストを使わないと。ここは辛抱している。まだバーストは辛抱している。さあどっちに回すんだ。ここはハイジャンプで華麗に回避したものの、さあ先ほどからうまい具合にノイルのジャンプシーが通っている感じ。ガリエロの反撃、ここで開始、投げ外している。いやー、この派生の崩しはなかなか分かっていてもどっちか分からない。空対空からきっちり棒を絡めて、さあ3000奪ってからの、いやー 4D を押しておった。高野ノエル1本取ってここでリーチ。バーストは空っぽ、どうする。ガリオダイチこのまま終わるような男ではない。津波、さあここまで来ると津波返し1回が押されたらそれだけで死につながってしまう。試合が終わってしまいかねない、この状況でもだからこそ出していく。ガイオライチ今度の置き攻めは 6A バースト空振っていた。さあ冷静だ、もつれて技を押した時の 4D に対してバックジャンプで対応。とにかく冷静だ。今度はマズルフリッターもしっかり対応していく。この勝負強さがガリレオだ。最終ラウンド、冷静な6タイプ。ここは流行った気持ちをしっかり捉えていきました。バックステップからこれはどうなった、暴発だったか。さあ分からないが、いろいろ起きている。荒野が優勢だ。ジャンプ 2D、 さあ一瞬ここで接触が止まって、お互いにこの時間で何を考えたか、どれが本命か。ジャンプ C カウンター、バースト打って、これでもうあとはない。ガリレオ、さあどうだ、これはどうなんだ、やれるのかやれないのか。やれたー、高野がここでガリレオライチを下して2回戦進出。さあ今の関東対関西、非常に非常に熱い試合でした。それでは解説席のパチさんと柿山さん、今の試合に感想コメントをお願いします。